せーの、あーお、にゃんにゃん、あんチャンネルの本日はオフィシャルゲスト、ヘミーナさんがお越しくださいみなさん、はじめまして、ヘミーナでございます。皆さん、ご存知ですかね、大阪を代表する素晴らしいドラム研究家のヘミーナさんです。はじめまして。念願の、はい、あの、あーをできたんで、もう帰りたい。ダメです。皆さん本番なんで、まずは乾杯しましょう。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。皆さんもご一緒に乾杯でございます。今日もまた、あの、前回の大阪の Vlog でも来させていただいた上野さんに、まあ、お邪魔させてもらってるんですけども、まあ、ここのお寿司を食べながら雑談しながら、先日募集したお悩みだったり、そうね、あの、インスタグラムのストーリーズの方で、はい、募集したから、はい、お悩みと、あと僕たちへの質問を答えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと、まずは食べ物を注文しましょう。はいはいはい、タチウオ、タチウオ、インドマグロのトロ、はい、で、サワラ、サワラで、アオリカ、アオリカでございます。はい、美味しそう。じゃあ、いただきます。うまっ。じゃあ、私はタイからいただきます。お茶の方です。絵を読んだ時期なんで、うん、いや、精神が読めますよ。めっちゃ美味しい。なんか、一人暮らしお刺身とか買うけど、偏るじゃない。でも、もらってる。で、こうやってちゃんとね、種類がたくさん出てくるのが久しぶりすぎて、味も美味しいんだけど、そのことについてちょっと今感動してます。あ、なるほど、なるほど。そうですね、1種類ずつなんか買わないですよね。うん、じゃあ、お悩みを、まあ、結構来たんですよ。ありがたいですけど、うん、で、その中から僕がちょっとピックアップしたので、ちょっと答えられてない質問は、はい、ちょっと1個目のお悩みいきますね。どうしても顔に自信が向けなくて、友達を作るのが臆病です。心構え的なことを教えてください。まあ、一応ね、大阪の土山町という場所で、あの、店舗もやってますけど、そこでもし同じ質問されたら、大体同じことを言ってて、もう自分物やから友達できひんねんとか恋愛できひんねんって言われたら、塗りって言う。塗れと。ね、この世界、こうプロ線みたいなのがいるじゃない。はい、お店に入ってる方だったりとか、イベントに出てる方だったりとか、塗るか DJ をしたらモテるか。塗ったらモテへんけど、人気の友達はいっぱいできる。あー、なるほど。ちなみにこの質問してきた彼、でもイケメンなんですよ。え、なん、嫌がらせ？いや、本当に女装の彼、嫌がらせ？いや、でもなんか僕、たまにご飯とか行くんですけど、はい、自己評価がそこまで低いことあるっていうくらいです。え、でも今の質問は顔に自信があるんですよ。そう、自信がなくて、しかもその自分はブスだから、ため会とか遊びに誘われても自分なんかと思って断ることが多いって言ってて、だから僕ね、心構え的なことを教えてくださいって書いてあるんですけど、友達なんてね、心構えとかなく勝手にいる。そう、わかる。というか、まあ、うん、友達ってなんぞやっていう。そうね。それ結構ね、多分ヘビーな内容になると思う。私らがそれについて喋りたいから。そうですね。それをちょっと置いといて、自信がない云々の前にね、自分を好きになってる努力をすればいいんではないでしょうかっていう思います。ゲイのところですね。そうです、ゲイの世界にせっかく入ったんだから、それね、偽る必要がないわけじゃないですか、恋愛面で。うん、だから知り合いもそうだし、友達もそうだし、恋人もそうだし、構えたらできひんと思うし。そうですね。うん、でももうカズさんね、こう顔男前って言うから、周りを見合わせたらいいから。だから僕言うんですよ、でもさ、この子より自分の方が可愛いと思うんでしょ、この子のことするじゃんって。やめなさいよ。言うんですけど、いや、この子の方が可愛いって。だからどう見たらこれが可愛いと思うの。いや、あれじゃない、美術の時間サボってた子なんじゃない。でもそうかもしれないですね。でも美的感覚がおかしいか、逆に今度その男の子が最大限に男前だと思う顔を見せてもらって、もしかしたら究極の突然かもしれないから。そうですね。じゃあ解決策は、自分のことを好きになって美術的感覚を鍛えるです。どんな話したの今。いや、あの、なんかうまくまとめてもらったから、それでいいです。じゃあ、はい、じゃあフグの唐揚げ、唐揚げだから、ちょっとフグの唐揚げ、フグの唐揚げ、フグから、そろそろ
し、違うところから呼ばれる。ブリブリ。身がね、詰まってますね。そこからも呼ばれなかった。っていうか、フェミニーナさんの紹介めっちゃ雑に終わってますよね。フェミニーナさんの急にチャンネルに自己紹介動画があるので見てください。聞きそうなったわ今。でも今日電車の中で見てたんですけど、これを見れば一発でフェミニーナさんのことは分かるので、概要欄にフェミニーナさんの YouTube チャンネル貼ってあるので、ぜひ。え、なんか東京の、まあ、2丁目とかのイベントとかになかなか出る機会がないので、ちらほら呼んでいただいてるんですけど、東京東京でね、ドラゴンクイーンいっぱいおるし、なんか意外と大阪東京間ってなんかこうカウントダウンとか、そのイベントの何周年記念とか、なんかそういうのでは行き来があるけど、普段はなんか間取って名古屋のイベントで一緒に会うみたいなことが多くて、そうですよね。まあ、東京で東京のクイーンさんをより他のところで東京のクイーンさんがあったりとかすることも多いので、僕もあのドラッグクイーンさんのことを全然知らなかった時代にドラッグクイーンさんのイベントがあって誘いをしていただいて見に行ったんですよ。僕なんか何でも一番前で見るのが好きだったから、一番前でこう見てたらフェミニーナさんが出てきて、で僕はフェミニーナさんの方がまだ何も知らなくて何の前情報もなくて、そしたらなんか最初ゴミ袋を持って配られて、一番あかん招待みたいな、何されるんだろうと思ったらフェミニーナさんが出てきて、なんかリンゴを握りつぶすっていう、ね、握力は多分そんなにないんですけど、あのミスターマリックさんのビュッてやるスプーンと一緒で片手でリンゴが、ね、割れる能力があるんで最初にそれを見られてもう一発で覚えましたね。すげえリンゴ片手潰したこの人と思って、やべえみたいな。なんかね、やっぱこの世界入っていろんなもんばっかりとね、握ってたらこの握力だけは強くなる。めちゃくちゃ強いなもの。じゃあそろそろ次行きましょう。そろそろ次の質問行きましょう。じゃあ次は一言であのお悩み行きました、はい、恋愛って何ですかね。そうやりました。私が一番聞きたいわ。僕も聞きたいかもしれない。誰が書いてくださってるかわからないけど、女性なのかストレートの男性なのか、可愛いこっちゃりした方が あるよ。でもモテてるんですよ。なんかそのプロフィールを聞いただけで絶対モテてるやろうなと思うね。だって彼氏がずっといるんです。いやほんまに送ってこんとってくれよ、そういう人。いや彼氏いない人に聞いてくれよ。でもまああの恋愛ってなんですかね。もうこれの答えは分かりません。はい、おかんしてくださいね。いや、聞く人間違ってるよね。ちょっと今ね、お隣に座っていらっしゃる方がですね、すごい重いいい話をしていただきましたね。何でしたっけ？絶望したい気持ち。だから、本能とかでしょ？なるほど。生物としての本能でしょ？サルト来たんですね。来た。私もうね、10名以上欠乏してないんですよ。イカ来ましたよ。食べようかな。いや、ガチで。だって私さ、そのゲイの世界でも一応フェミニーナって呼ばれるので。あ、そっか。だって、一個間違ったら何個よ。そうですね。フェミニーナ何個だと思う？フェミさん、ちなみにあのお化粧を取ってる時も髪の毛が長くて。そうなんですよね。本当にフェミニーな感じな。でっかいよな。そうなんですよね。じゃあ、恋愛って何ですかねの答えは、結合したい気持ち。結合したい気持ち。いや、ほんまになんかこう、バババババって、すごい、すごいね。名言出ましたみたいな。ちょっとイカを食べましょう。イカだよ、イカ。あのすごい、ゆずがね、上に散らされてて。あ、イカ。いただきます。じゃあ次いきますね。彼氏が永遠にできません。YouTube で募集してもらえませんか。YouTube で募集するより、あのいろんなアプリを駆使した方がいいと思います。はい。だって。次。27歳でゲイかもとカミングアウトを一度もできず、周りにはノンケの友達しかいません。息苦しいです。もう結構痩せ目のヘビーなやつだね。そうなんです。でもここに送ってきていただいてるってことは、そのゲイの世界を覗いてはいるわけじゃない。うん。だからこのアプリをやってみるとか、青に飲みに行って
周りのね、いろんなこうゲイを見てみるとか見ないと、ほんまにゲイかもだからまだ、うん、とりあえず2丁目来たらって。そうですね、とりあえず会おうで、会いましょう私はいませんが、会いましょう。ケミさんに会いたかったら大阪で。その方はどこの方なんですか。わからないですよ。じゃあ面識がない方からで、あの全国にね、いろんなドラゴンクイーンも飲み屋さんもいっぱいあるので、一度足を運んでみるっていうのがいいですよ。息苦しくなくなりますよ。でも、うん、ノンケの友達がいるだけ幸せですよ、うん、だってね、どっちも友達いない人もいるじゃないですかそう ね, ね、だからもっとあのポジティブな方に物事を考えていっていただければ絶対楽しい人生になります。じゃあ次ちょっと割かし本題、某金沢でドラッグクイーンをされています、はい、某エイブドラさんという方からのお悩みなんですけど、はい、最近ダメダメなんですけど助けてください、先生が。先生に先生って言われてもあまりなんか実感がね、やっぱりない。でもダメダメなんですかね。何よ、なんか僕たちじゃなくてミンタナドールちゃんに解決してもらえばいいんじゃないかなって僕は思ってました。そうね、そうですね。ミンタナドールちゃんに僕が LINE しておきますね。いや、まあ、もうなんかやっぱこう頼んだんですよね、顔みたいな方だしグッズも用されてて大変なことになってるし。でも僕も買いました。何一番危ない、私も持ってるんですよ。何がダメダメなのか分かんないよね。よっぽど怒る内容なかったね。でも知ってる2人だと送っとこうみたいな。送っとこうみたいな。でも好きですよ。毎週金曜日メイクライブしてるのみんな見てあげてください。はい、もうエブドラさんです。そうですよね。あとリンタラドロに LINE もしとくので。はい、はい、じゃあそんな解決方法ある。だってリンタラドロ大好きじゃないですか。そうそう、だからもうね、あの愛媛にいるすっぴんが超絶可愛いドラァグクイーン。そうですね、リンタラドロ好き。じゃあ次行きましょう。ちょっとその前にあの、あ、食べよう。いただきます。どっちだ、そのマスクの話、いや、マスクの話、今5年以上付き合ってる彼氏がいるのですが、最近他の人とエッチなことがしたくてたまりません。浮気は良くないのは分かってるのですが、もちろん彼氏のことは今も変わらず好きです。皆さんどうしてるんですか。皆さんどうしてるんですか。ちょっと難しいけど、いいのかなと思う。そうです、そうです。え、よくわかる。そう思う、私はね。やっぱりさ、メンズだし、ムラムラもそれじゃない。その文章の中にあったみたいに、今でもその彼氏さんが好きなのであれば余計にできると思う。なるほど。そのまま相手に乗り移ることは絶対ないだろう。まあそうですね。で、やった後に、あ、こういう関係もありなのかなって思うのか、いわゆるセフレみたいなのも自分は楽しめると思うのか、やった後にとことん後悔するのかをやってみてから考えればいいかなと思う。なるほど、なるほど。で、だって5年以上付き合ってて、初めてね、付き合い始めて1ヶ月、2ヶ月とはさ、頻度も違うだろうし、まあ、それをさ、解消するために相方さんにモーションをかけて嫌われたりとか、それなら別にうまいことやればいいの。あ、意外と反対派だ。あ、いや、僕はあのそんなことの前に彼氏がいないので全然わかんないなって思っただけです。なんでそんな私信じられへんのやろ。アホの子みたいなあれやな。いや、なんかそんな悩みがあっていいなくらいしか思ってませんでした。いや、あの心の中は一緒よ、思ってることは。ただののろけかなって思ってるぐらいにしか喋らないから。でもまあ働いてるとこういう話聞くし、現場も乗って気もするじゃないですか。僕はその時一貫して思ってるのは、まあ、誰も傷つかなければいいんじゃないかなと。あのバレーずにやってバレーずに終わらせてとか、なんだろう、その先がのことをちゃんとこう見据えて責任のある行動を取れば別に何やってもいいんじゃないかなって僕は思うので、特になんかこう人それぞれだと思うんですよね、恋愛の仕方も。それをやることによってやっぱり私が一番大事だって最近するかもしれない。うん、その誰も傷つかなかったらっていう本当に大事だと思うんですね。だって隠しきれば浮気にならないからね、相手にバレてないから。
それでいいんじゃないかな、うん、だから、まあ、解決法というか、これの答えは誰も傷つけずにするんであればやっちゃっていいんじゃないですかねっていう、そうね、はい、お前でやってくださいってやってくださいっていう、ただ自分の彼氏がそれをやってたら僕はもう、あの、ね、他のことしたらわかんない殺処分って感じですかね、意外とメスですね。いやだって自分が夜働いて変なお客さんとかにもレベルで食べられてる中で一人だけ気持ちいい思いとかされてるんですよ。あ、でもどうだろう、で今どういう方と付き合うかになるだろうか、もし僕は昼間働いて訳分からんおつぼねにいびられてる中で夜に彼氏さんはなんか4ぐらいイケメンさんと出会ってると思ってるかもしれない。あ、なるほどね、なるほど、そうですね、確かに思う考えようって感じですね。そうそうそう、じゃあ多処分しません、撤回撤回、はい、許します。許しはしないでしょう。ちょっとあのもう彼氏がいなさすぎてマジであの自分がどう対応するかはもう想像もつかないって感じですね。まあ私もいなさすぎるからね。そうですね。じゃあ最後のお悩み相談、はい、最後です。最近おならが増えてきた。いや本当に好きに病院行って。おそらくがんの可能性はあります。それは違いには言わないけど。はい。そんなね、こんな感じです。エビが来ましたよ、エビが。今のが落ちてきない、はい、でも、これはお悩みの最後、次質問が待ってます。あ、そういうことね、はい、了解です。そうそう、じゃあ、新しいのがね、来たので、エビちゃん見てください、これ、あの、わかれてるの、この状態をちょっと見せたい。なんかさ、こんなおしゃれなことある、わかります、こんなね、エビってこんな、わかりますね、面白い、こんな切られてる。